おはようございます。画家の小木曽です。第166回の鬼好評会を始めたいと思います。この鬼好評というのは画家小木曽私が誠が、でもないこうでもないという企画でございまして、なるべくこう厳しめのことを言おうと思うんですけども、皆様がちょっと上手くなってきたなというのがちょっと問題でございますが、初心者の方も遠慮なく送ってください。遠慮なく、ちょっと自信ないから優しく言ってくださいとか言ったら優しく言いますので。でね、メール自信ない人いるっぽいですよね。で、そういうもんですよね。確かに世の中は動いていきますわ。で、いろんな人に聞いてみるっていうのがいいと思うんですけど、で、まず私でチャレンジするんじゃなくて、もう小木曽先生によし初めてのメールだぐらいの感じじゃなくて、もし自信なかったらですね、自分のアドレスをまず入れてみてください。おぎさん @cc じゃなくて、要は自分から自分にメールを送るということができたら僕に送れるです、送れるですじゃない、送れますって大体送れるんですね。だからまずこう不安だったら、まず自分自身のメールアドレスを入れて画像を添付して文字を入荷に入荷として送ってみると。で、よし OK って思ったら、そのテキストをコピー&ペースト、難しいですかってして、友人とかに、ちょっと悪いヘンテコリーなメールけど、ちょっと待って、見て、送れるか試させてくれ、みたいな感じで、私に送るぐらいにしてもらえると、私をちょっと実験台にされてる方が若干目おりますので、複数来るんですね。はい、まず自分に送ってみてください。はい、なかなかすいませんでした。この作品です。この方ね、いつもお世話になってますと、広瀬試験さんですね。お名前言うていいか分からんから、ここまで止めときます。YouTube もされています、この方ね。私の、ウェブカメラの固定の仕方を教えてくれたりとか、いろいろこうですね、ありがとうございます。今回は、勝手に公募展で没にした作品を応募しました。あ、2枚書いてたんですね。で、この方は前、以前の作品というの、以前というか、勝手に公募展のあなたの街というので、入選でしたっけね。あ、入選か、ゴッホ風に書いてるやつ。あれも良かったし、これもすごいよくな、褒め方がいいんかな、わからんですけど、没にしたのは、パッと見て風景になってしまったなと、普通の風景になってしまったということかな。せっかく鬼好評が再開したので、日の目を見る意味で好評お願いしますと。アクリルガッシュ F65 を水彩紙だそうです。こっちもいいですよ。前のちょっと見てみたんですよ。僕、ちょっと載せましょうか。ね。私、消えますね。ようなってる。すごくようなってますよね。なんかこう、ちょっとセンスも感じるような人で。あれ、この人、ようなってるんや。すごくようなってる。あんま褒め本がいいかなっていう感じが見受けられて、これもすごくこう絵の具のアクリルガッシュの中でも構造とかを使って、非常に線とかの緊張感もあるんで、すごく良くなってますよ。もう卒業されていいですよとか言うと寂しがる人多いんですみたいですけど、ちょこっとね、僕は印象としてあるのは、すごく綺麗な直線とか綺麗な線をもっと引けるようになったら、もっとかっこよくなるんちゃうかなと。バシッジャシッとか、ちょっとずつ曲がってるんですよね。で、そこでカッと引く線とかっていうのを少し入れてあげるっていうことと、ここまで来たんやったら、僕やったら、紙でもいいんですけど、ちょっとアクリル使ってんやったら、例えば、絵の具の厚み出してみるとか、メディウム系とかを使ってみて、ちょっと絵の具をもう少し、グレードアップさせるというか、油絵の具に近いような重厚感を持ったような、構造の絵の具とかを作れる、すいません、パジャマ着てるんで、なんかね、ジャンパー着てますけど、いうようなことができるようになると、多分もっと良くなるんちゃうかなっていう、もう1ランク、もう2ランクぐらい上に行けそうな気配が出て、あって、すごくいいと思います。で、この方に、ぜひですね、まだギリいけるかどうか分かりませんが、屋外で一回描いてみたらいいと思いますよ。めっちゃ難しいんで、自分ができることをずっとステップアップで綺麗にいっていることもいいんですけど、やっぱりこう、あ、これできへんねやっていうことを挫折するということも案外面白いかもしれませんので、ちょっと写真見ながら描くということ以外のことのチャレンジを1回2回されてみてもいいんじゃないかなと。例えばデッサンで鉛筆かなんかで、こう本物の自分の顔を見ながら描くとか、そういう、こうチャレンジをすると自分自身がもっと全然できへん部分とかっていうの分かったりすると思いますので、そういったチャレンジもしてみてください。
次の作品こちらです。この方も実は常連さんいらっしゃい的な感じなんですけどね好評復活ありがとう、サンクスベリーマッチ名古屋の八百屋さん。僕のイメージって名古屋八百屋さんってやっぱりねじり鉢巻き巻いてらっしゃいっていうこうイメージですけど、ちゃうんですか、どんな感じなんですか。僕ちょっとイメージが古すぎて、あの飴屋横丁界隈にらっしゃいらっしゃいキャベツ安いよっていうイメージですけど、違うんですかね、どうよう分かりませんけど、サークル内でフリー写真の交換など、あ、いいですね、サークル内でみんなで撮った写真とかを交換する、それすごくいいことだと思いますよね。仲間の撮った田んぼの風景を描かせてもらいましたということで、こういうのすごくいいと思います。なんか本当にもう身内じゃなくて、こうサークルを、あ、今あれですよね、あのなんか僕の悪口を言う会みたいな作ってはるというね、芋焼酎の会みたいなやつですよね。もう本当、状況など聞いたりしながら楽しんでますと。オフフ水彩紙っていうんですか、 229×305 ってこと、3号か3かちっちゃいね。あ、この方もね、前の絵やっぱ見ました、学ってますね。卒業でいいですか、ぼちぼちね。なんかそれくらい、なんかすごくこう絵の具の透明感みたいなものとか、あのすごくこう偶然とかもグラデーションとかも綺麗ですし、これ写真撮った人誰ですかね、あのコメント欄にあれして、ください。写真撮った人のコンポジションとか構成がすごく上手なので、あのすごくこううまいこと言ってるなという感じがしますので、自分でもそういう構成っていうのを本当にこう Z になっているような感じですね。こう構図的にこう2みたいな Z、 その線的な動線っていうのと、あの明るさとか暗さの面積とかっていうのとか、まあ、そういうのがもうすでに出来上がってるんで、そのやっぱ写真撮った人にものすごい感謝するべきかなという気がいたします。で、まあ書かれたこの広瀬さんに関してもすごくこう、まあ言うたら奥のこの森の描き方かな、やっぱりこう実際に自分で撮ってないとか自分で現場を見ていないせいか、逆光になったこう森の中っていうのが真っ暗になってしまいすぎてて、実際写真もそんな風になってたんでしょうね。でその真っ暗の中のこう表情とかっていうのは表しきれていないなっていうのが、あ、惜しいところかなという感じがします。ただこれを自分で全部できるようになってくるとすごくいいような気もしますね。次のなんかステップに行けそうな感じがします。なんかもう本当に分もなるんですね。なんか今日もテレビ局の人を取材させてくれ言うて、高度な教育をみんなに平等に的なことを義祖先生やってますね。ちょっといやたまたますけどね、なんか SDGs って調べてたら、あ、それ書いてあったから、俺やってることそうなんやっていうような、1月2日佐賀テレビさんで2分か1分ぐらい流れるそうですよ。来週火曜日、ちょうどこの公表会が流れた次の日、悪いけど学生さん取材来るからね、君ら映りたかったちゃんとベシッとしておいでよ、こうやってベシッベシッとね。次の作品いきます。こちらの作品です。この辺りからね真剣にやりましょうね。初めて人物画に挑戦しました。あ、中2の、ま、お孫さんを描いてますと。先生の動画でスフマートとかグラデーションを出すためのハッチングとか言葉を覚えましたが、なかなかできません。でも人物画を描いてみて面白いと思い、また挑戦したいと思います。よろしくお願いします。8号、ワトソン 300g の F8号だそう、 F8号のワトソン、透明水彩だそうですよ。多分8って結構大きいからすごくいいチャレンジで、いいことだと思うんで、もうなんかこうもう少しこう自分の中で絞り込んで、今回のこう学習は何かということを絞り込んで、やられたらいいのかな。私やったら人の肌を今回描くということを主にしようかなとか、下地の塗り方をどういうふうにしようかなとかっていうのを主にしようかなっていうふうに、やっぱりこうやっぱりどうしても写真に引っ張られてしまうっていうのが皆さんはありがちなので、じゃあ今回自分にとって何が大事なのかっていうことをちゃんと考えてやった時に、8号のサイズで例えば本当に同じサイズぐらいの顔をドンと描いてあげて、じゃあそれでディティールを描く訓練をしようとか、ベースを作る訓練をしようと、でちょっとそういうことをもう、まあ次人物描かれる時した方がいいのかなっていう気はします。洋服の方までちょっと気持ちとか、手が回りきらなかったんで、ちょっとその辺で例えば髪の毛の頭部の立体感どうしようかなとかよく言うてるんですけど、僕これ今光を当ててますけども、でこの辺から光当てたらどうかなとか、逆に後ろから光当てたらどないなるかなとかっていうのですごく印象変わりますよね。でそういうこう、まあ、じゃあ僕よく言うてますけど、光の方向性みたいなのどこにしようかな、多分これやったら 真正面ぐらいからこの辺から来てるんですよね。でこの辺から光やるとやっぱり立体感って出しにくい、
で、まあ、大体一番簡単なのは斜め45度前ぐらいとかがあれで、例えば後ろからとか逆光気味だとかっこいいとか、なんかそういうのあるんですよ。だからちょっとそこのとこでまずじゃあ何を、じゃあそれに対してじゃあど何を、でそれに対してシチュエーションどうするとかっていう、こう順番をしっかり立てていくと、例えば頭部の立体感みたいなのとかすごく出しやすくなりますし、背景の面積がすごく大きいんで、そこのとこでやっぱ手が回らなくなってるんで、ちょっとその辺を明確に次こう学習していくならば、そういうステップを踏まれてみたらどうでしょうか。次の作品こちらです。おい、これもね、お上手、皆さんお上手になりましたね。知りませんが、初めての方です。運送会社で働きながら2年前から僕の動画や、その他画家の動画をきっかけに独学で絵を並びました。空や森、自然の美しさや、吐息が好きで風景画を主に描いてます。2ヶ月前に描いた、近くの公園の散歩道からの木々と池の風景。午後特有の少し、黄金色がかった日差しに照らされた風景がとても綺麗だったので写真を撮り描きました。鬼好評の方をよろしく。鬼好評の方でいいんですね。私の動画、ね、楽しみにします。鬼好評の方をするとだいたい嫌われて低評価ボタンを押されるということになるんですが、低評価が表示されなくなりましたね。案外僕あれ面白かったんですけどね、あのライブ配信したすぐに一人誰か押してて面白いと思って、嫌われてるわと思ったんですけど、ね、それが見えなくなったんで僕自身も見えないんですよ。残念やなと思ってるんですけどね、面白かったんですけどね。水と池に関しては悪ないと思うんですよね。さあ私が何を言うか皆さんが予想を立て出すでしょうね。ですごくこう絵の具の使い方、鬼好評の方行きますよ、とかも悪くないと思います。構造の使い方も悪くないと思います。でもやっぱりこれ僕のうちの近くとかにもあります、あのジョイフルっていうところに、あの壁に飾ってある絵に見えてしまう、ああ言うてしまったということを私は感じてしまうのはなぜでしょうか。ちょっとわからないですが、なんかあのね、ファミリーレストランとかに飾ってある絵とかって、中国かなんかにある絵画村みたいな、なんか前特集かなんかで見た、テレビで見たんですよ。もう大量に描いてるんですよ。もう本当にフシュフシュファイトフシュフシュファイトチャチャチャファイト、あ、空はこうするパターンとこうするパターンと、なんかちょっとそんな感じに見えてしまうんですよ。でそこのところは何なんだろうなと思うと、なんかこう、まあ僕のこう主観的なあれなんですけど、例えば光の表現とかは写真にすごく引っ張られているなとか、言葉で書いてある、このコメントで書いてあることよりも、なんかすごくこう自分のこう印象で光がポンと光が当たることによって、なんかこうハレーションというかポンと光って飛んで見えていると、でそのまま書いてしまっているあまりにとか、なんかこう葉っぱの形一つ一つも、なんかこうその書き方動画をいっぱい勉強されてるかもしれないですけど、まあそれを参考にはしてるけど、自分の実体験としてそこのリアリティみたいなのが本当にこの葉っぱの描き方でいいのかな、こうかなかなとかっていう、なんか疑いがあんまりにもなさすぎるから、ちょっとこうすごくこう、まあもう言葉悪いですけど、ちょっとその中国の絵画村で描かれたような絵に見えてしまわないかなというのが怖いところです。だからそこのところっていうのがある程度こう経験、多分ねこの方上手だと思うし、多分理解力もあると思うんですよね。で自分で学んできたことをポッと出せるようになって、でそれを何度も繰り返してある程度の力になってきているけど、でこのくらいになってくるともう一回疑うっていうことをしてあげないとすごく安く見えてしまいますよということだけお伝えしておくと、多分若い方ですね、これ37歳とか、すごくこうもっともっと伸び、とにかく疑うこと、もうこの方なんかこそ現場で可能ならばアクリルだってできますよ。僕はアクリルでも全然そう現場で描いたりもしますんで、ちょっとやってみたりすると、火が移ろいゆくところで見える葉っぱの透け方とかどうやろうとか、その透けてる時の葉っぱの見え方と、なんかこう暗いところの見え方とか全然違うんですよ。でもこれ見ると影の中真っ黒に近いような、暗いってなってて、それは写真写してるからなんですよね。でそういう実体験みたいなのとかがもっと増えてくると、多分絵の深みってもっと出てくるんちゃうかなという気がいたします。はい、次の作品こちらです。ふい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 、面白いですね。いつも動画楽しく拝見しています。以前1回日本、勝手に公募展の日本で古民家で出品させていただいて、うわすみません、100何枚あったから覚えてません。結果だ題材にそぐわない題材不適合を跳ね、のける魅力不足で仙外でしたと。作品が出来上がりましたので鬼好評に出させていただきますと。東京都主催の公募展に出展入選しましたが、その上を目指したいと思っています。
と、今後指針にしたく厳しい鬼の公表をお願いしますと。ペンネームは匿名希望の方、作品糸、木々の隙間から落ちた光による無形の模様の美しさを表現しました。 F15 キャンバス油絵、50歳、あ、画歴4年、年1枚の絵画教室での創作、今後は自宅でも創作して公募展に合わせ2ヶ月に1作品ペースで描きたいと思ってますということでございます。もっともっと高いところを目指していくとなってくるとですね、このね、水面の着眼点はすごい面白いなという気はするんですよ。光が映って、で、もう水面の方が自然にあるものよりも強く見えてるって、あ、まああんまりないとは思うっていうか、ないのかな、どうなんかな。で、それはそれでなんか面白いなという気するんですけど、これ10号やったらもう一密度を上げてもいいのかな、このスタイルやったらと。まあ白のところはいいとしても、葉っぱのところがこう、まあ なんていうか、ちょっとこう波紋があって、そこのところに移って、若干このなんていうの、波のなんかこうなってるところのなんかこう暗なったり明るなったり暗なったり、よーくそこ観察してほしいんですよね。で、それが主の絵なのに、こう画面の中ですごくただ強いコントラストが強くなってしまっているというだけになってしまっているので、あー、もったいないなという気がします。そして右下のこのなんていうか、笹かなんかの葉っぱを描いているところなんかっていうのは、例えばもうちょっとこう色をグレーズとかして落としてあげるとか、あんまりにもこう葉っぱの方向性、光の方向性みたいなの見えないので、もしかしてここのとこ闇の影の中に入っていたんかなという気はするんですけども、ちょっとそれをこうなんかこう自分の中での方法論ばって書きすぎているから、ちょっとこう手前になんていうか、せり出てくるような感じに見えるんですね。やっぱこの種っていうのは、この後ろの水辺のこの真ん中あたりやったりすると思うので、で、そこのところの描法をもう少し本当に水の波紋のこうところから映っているのってどうなってどうなってっていうのを、本当にすごくこう幅は広いと思います。いろんなバリエーションあると思うので、そういうのをやっぱり観察とかして、シャッタースピードすごい早めた写真かなんかを何枚も何枚も撮ってみて、あ、こうなったこうなるこうなった、そういうこう分析みたいなのをしてみてもいいかなと。だからちょっとこう全体として絵が欲張りすぎているのかなという、水も描きたいわ、後ろのなんか神社も描きたいわ、いろんな葉っぱも描きたいわ、木々も描きたいわ、で結局どこやのって言ったら、本当はここ水に映ってるここなんやけど、でそう他のところが少しこう邪魔しすぎているし、逆に水のところに近からがいかんかったというところがあるんで、自分の絵の中で一言、もうよく言うてるんですけどね、もうなんか3つぐらい皆さん絵描こうとしてはるんちゃうかなと。だったら3枚描いた方がいいですよと。で、っていう気がするんで、公募展とかである程度ポンといくっていうのは、すごくそこが明瞭な作品の方が強かったりするような気がいたしますので、そのあたりをちょっと注意して頑張られてみてください。次の作品こちらです。はニャンコロチーのあれですね、この方はですね、すごい短い文章、 F25 油絵ニャンズリーという公募展とかで入賞できるくらいになりたいので、閻魔大王公表でお願いしますということで、めっちゃ厳しくいきましょうか。お願いしますということで、まあ世界観はこれ貫いていくと思うので、どこでいけばいいかな、どこでいけば、すごいこれ難しいですね。だこれは多分僕の考えが中心になると思うので、もう選ばれるのは視聴者の皆様であるとか、この方作家自身のあれになればいいと思うんですけど、ものすごく僕やったら冷徹なぐらい後ろの模様とか、もうドライなぐらいドライに描いてあげます。もうドライなぐらい、そしてめっちゃ綺麗な線とかめっちゃ引けるようにします。そして僕やったら猫の目ん玉だけめっちゃリアリティを持って描きますとか、何か全部が可愛らしくて、でもそれでいてちょっと全部技術的に幼いなっていう感じがするんで、私やったらこれアクリルかな油かな、
うわ、分からん。油絵か。なんかアクリルでやるところはすごくドライにアクリルでやってあげて、ベタ塗りとかっていうのとかはなんかそのぐらいドライにやってあげて、線とかは何か自分が一番線描きやすい描画剤使ってあげてとか、その辺なんかすごく明確にしてあげて、でもどこかだけは何かちょっと欠けます的なところを見せる、見せなくてもええかな。これ僕の本当に僕の考えですよ。なんかそういうなんかこうどこかの冷たさと猫の何か生々しさみたいなもののどこかで見せることによってこの絵の良さとか出てくるから、これはちょっと私あんまりそういうの言いたくないんですけどね。だから結局僕が考える絵になってきてしまうんで、ただ結局はこれで何見せたいかってようわからんまま、全部技術が若干ね幼い感じ拙い感じで画面が収まってしまっているんで、せやったらどこか一部に見せてあげたりするぐらいのドライさを持ってきた方が作品としては、その猫全部を、ね、写実的に描く必要はないと思うんですよ。でもどこかだけでもちょろっと、そして逆に平面的なものはもっと冷たく、もっとドライに本当に絵の具をしっかり混色して綺麗な線を引いてあげるとか、例えば後ろのこう四角い模様がちゃーっとあるのとか、もうめちゃくちゃドライにマスキングテープかなんかでビューッと貼ってててててもう塗ってあげるとか、あこういう形がなんかあるんやったらなんか型かなんか切り抜いて上からベベベベとかするとか、もうそれぐらいドライなものとなんかっていうのの対比みたいなのをつけてあげた方がいい、僕やったらするかな。これは私の本当に考えですので、皆様聞いても聞かなくてもいいと思います。さて最後の作品です。こちらです。これは1年ほど前の絵ですか、2020年って書いてますね。こんばんは、いつも見てますと、今回の配信テーマ、配信テーマ2本でしたか、自分のテーマでしたか迷ったので、よくわからんな、迷ったので昨年亡くなった猫の絵を送りますと、F6 パステルで描きましたと、陰影に苦労しましたと、前回は仙台でしたが頑張って上位に行きたいと思ってます、よろしくお願いします。多分これ間違えて送ってきてますね。今回は、鬼高評価というやつでございます。すみません、だからこの方は、今回の配信のテーマ2本もだいぶ前に終わってまして、自分のテーマで描きなさいは12月です。よかったら動画をしっかり見ていただけると助かります。終わります、さよなら。チャンネル登録よろしくね。 SNS もやってます。よろしくね。よろしくね。